さてリング上の方ですが、赤コーナーには WBA 世界ジュニアバンタム級第8位の小林浩二、そして青コーナーには韓国から東洋太平洋フライ級5位、韓国フライ級チャンピオンのパク・チョンチョル、これが小林です。カドレリー所属小林浩二。今小林が場内に紹介されますと大きな拍手が沸き起こっております。とにかく今日の水道橋後楽園ホールは超満員のお客様でございます。中には非常に若い女性の顔もだいぶ今日は多く見受けられますので、小林の人気というものが分かろうというものです。これが青コーナーの韓国フライ級チャンピオンパク・チョンチョルです。さて原田さん、この試合のまず見どころを一つ伺いましょうか。はい、そうですね、小林選手もですね、一戦一戦ですね、非常にその実力もつけてきたし、うまさも出てきたんですけどね、こういらでやっぱり華々しくですね、このパク選手を KO するとですね、また人気も出るし、そのなんていうんですか、世界タイトル一歩挑戦できる足がかりにつくんじゃないですかね。あ、そうですね、そういう意味で、はい、この試合というのはやっぱり大事な試合ですよ。小林さんいかがですか。はい、正直言いましてね、はい、小林選手、まあ、私同世代で、ね、応援してるんですけどもね、なぜか小林ターンにはあまりうまくないんですね。はーはーはー、ショートパンチが打てないっていうんですかね。そうすると今日はその辺をどう克服していくか。そうですね、まあ、相手次第ということもありますけどね、はい、まあ、一応でも韓国のチャンピオンですからね、はい、もうこれは用心してからないといけないですね。そうですね、はい、今朝の計量、この試合は116ポンドが契約ウェイトですが、小林が115ポンド4分の3、パクの方が115ポンド2分の1と、両選手とも1回でパスしております。赤コーナーの小林浩二は19戦いたしまして16勝1敗に分け、現在10連勝中、7つの KO 勝ちがあります。非常に波に乗っている選手、小林浩二、画面の右側です。一方の白いトランクスがパク・チョンチョル、韓国のフライ級チャンピオン、東洋太平洋のフライ級第5位にランクされております。パク・チョンチョルの方は17戦しまして12勝2敗3分けという戦績が残っております。12勝のうちには2つの KO 勝ち、KO の数としてはそれほど多くありません。しかし日韓の新人戦、日韓対抗の新人戦で現在チャンピオンであります渡嘉敷勝雄選手を破っておりますパク・チョンチョル、非常に粘っこいボクシングをする選手であるというふうに渡嘉敷選手も話しておりました。そういったその前へ出る、そしてしつこいボクシングをするというのは韓国のボクサーの特徴であります。このパク・チョンチョルもそういったボクサーでありまして、今年22歳になります。身長が168センチ、一方の小林の方が172センチ、身長の方では4センチ小林が上回っております。まず両選手の立ち上がりご覧になって原田さんいかがですか。両方選手ですね、はい、非常に調子がいいんじゃないですかね。そういうような受けますね、はいはい、小林さんどの辺を評価されますか。このパック選手ですね、僕は簡単に狙ってくるのかなと思ってたんですけどもね、非常にサウスポーに対してですね、いきなり右を振ってくるというのが、ボクシングやりますからね。なるほど、振ってくるのですね、これはちょっと怖いですね。左サウスポーに対して、まあ、意外と勉強してるんじゃないかと思いますね。パク・チョンチョル選手は昨日初めて小林浩二と対面したんですが、はい、その時にサウスポーは非常に私は好きであると、サウスポーとやって今まで負けたことがないと非常に強気な発言をしておりました。このパク・チョンチョルです。小林がちょっと今スリップしました。第1ラウンドもあと残り30秒になりました。非常にサウスポーを悔いしないような攻撃もしてますよね。あ、そうですか。非常に勇気があってですね、はい、攻めていってますよ。あと、まあ、小林の方が身長を上回っているとパクに聞きましたら、パク選手は私は大きい選手大好きですと、これも非常に強気な発言が返ってまいりました。まあ、韓国で50ラウンドのスパーリングを積んできましたが、いずれもスパーリングパートナーは自分より背の大きい選手とやってきたと話していました。パク・チョンチョル、手前の選手、一方こちら側小林です。今1ラウンド終了のゴングが鳴りました。小林さん、原田さんともに10対10のイーブンです。こちら側が赤コーナー小林浩二です。佐藤トレーナーから今いろいろと指示を受けております。小林の方は昭和32年の8月27日生まれですから、今年25歳になります。 WBA のジュニアバンタム級第8位に5月27日発表されました、ランクされております。
世界ランクようやく入りました。小林の目標は日本でも東洋でも何でもいい、何でもいい、とにかくタイトルが欲しいんだというふうに話していた小林浩二です。一方のパクチョンチョルの方は今年中に東洋太平洋のチャンピオンになることであるとはっきり言いました。現在は韓国のヤン・ホン・スー選手が東洋太平洋のチャンピオンでありますが、このチャンピオンを破ってぜひとも今年中には東洋太平洋のチャンピオンに僕がなるんだと言っていました。パク・チョンチョルでやります。2ラウンドに入りました。1ラウンドまず立ち上がりは両選手とも相手の出方を見ているといった感じでした。パクの方の作戦はだいたい2ラウンドから3ラウンドまで相手をよく見ていって4ラウンドあたりから仕掛けていくと、こんな作戦に出ると話していました。パク・チョンチョル白いトランクスです。一方濃いえんじのトランクスをつけておりますのが小林浩二サウスポーです。おっと左引く。小林はこの左のストレート右のジャブで見せておいて左のストレートを打ちたいと言っていた小林です。手前の小林、向こう側がパク、韓国フライ級チャンピオンです。おっとボデボデですねパクのね、はい、やはりこの辺相手をよく見てますね、はい。画面の左がパク・チョンチョル。やはりサウスポーを苦にしないというのは非常に、まあ、こういったタイプの選手にとっては有利なわけですか。そうですね、なんかもう人員につながってる感じですね。自信持ってやってますよね。なるほど、ということは小林、まあ、今まで10連勝という非常にいい成績で来てるんですが、かなり手強そうな感じですね、今日の相手は。ちょっと手強いですね、はい。でまたこういうタイプっていうのは初めてじゃないですかね、入ってくるのは。そうですよね、はい、どんどん入ってくるという選手は、はい。やはり小林としても世界をこれから目指す選手ですから、こういった選手とやっておくというのは非常に小林にとっても大切です。サウスポーの小林、左のストレートを出しました。しかし当たっておりません。ニュートラルコーナーに詰めた小林です。ロープを背にしているのがパク・チョンチョル。いいストレートを振りました。パク、もう一つ左のストレート、左のストレート、2回3回とパクの顔面を捉えております。パクも返します。パクも右のパンチを返しました。ちょっとパンチが遠回りしている感じ。パク、白いトランクスがパク・チョンチョル、韓国最強チャンピオン。左のいいストレートが出ました。パクです。右はちょっと大振り。しかし小林の今度はストレート、このパクの場合はね、顔面を狙ってもですね、はい、なかなか届かないと思うんですよ。あ、と左のストレートいいですね、はい。ですから肌の下からですね、あ、ボディーブローから顔面と、そういうコンビネーションが必要ですか、はい。第2ラウンドですが激しい打ち合いになってきました。左のストレートが冴え渡ります。小林、リングの中央。ここで第2ラウンド終了のゴングです。このラウンドは10対9、原田さん、ワンポイント小林リードと出ました。さて第2ラウンドの小林の攻撃です。左のストレート、なかなかいい角度で入りましたね。そうですね、この後はやっぱりね、はい、右の引っ掛けが欲しいですね、まあ、とにかく韓国の選手とやるのは初めてということで、小林浩二もあまり情報がありません、この辺はまだまだ相手の様子を見ているという感じでしょうか。第2ラウンドを終了してこれから第3ラウンドです。パク・チョンチョル選手は1960年の6月10日に韓国の中西南道温陽というところに生まれました。この温陽というのは韓国でも有数な温泉地だそうです。ソウルから約80キロ、高速道路で約1時間ほど南へ行ったところの出身です。5人兄弟の2番目、現在は西大門区ヨンヒドンに他のボクシングの選手と一緒に合宿生活を送っているパク・チョンチョル、白いトランクスです。パクの欠点というのは常に顎が上がってしまうのがいけないというふうにキム・ヨンパルトレーナーが話していました。まあでも今のところはそんなことないですね。ああ、なるほど、はい。まあそれも一つの見せかけということもあるかもしれませんが、パク・チョンチョル白いトランクス、小林の左のストレートが入っています。一方の小林の方は50ラウンドのスパーリング、韓国の選手とは初めて、まあ、相手が右のストレートを打ってきたら左ストレートでカウンターを取れるようにしたいんだと、今度の試合の課題はそういうところに置いていると言っていた小林浩二。3月の6日、今年の3月6日にフィリピンのフラシ・バクドンと初めて10ラウンドフルに戦いました。この時は8ラウンドあたりが随分つらかったと話していました小林です。一方のパク・チョンチョルの方は
もう10回戦というのはかなりやっておりまして、もう15回戦でも僕は大丈夫だと胸を張っていました。とにかくスタミナには自信があります。サッカーの選手をやっていたこともあるパクチョンチャル、そのパクが左右を出しました。右のフック、これはちょっと当たっておりません。おっと、判断惜しいですね。はい、パクチョンチャルはサッカーのウイングの選手でもあります。非常にそういう意味ではスタミナがあります。ワン、ツー、いい感じで当たりました。小林浩二、パクの顔面がしなるような感じで揺れました。さあ、パクも前へ前へ、これが、まあ、韓国独特の前へ前へ行くボクシングですね。はい、はい、パクチョンチョルはロープを背にしています。右のボディーブロー、パク、第3ラウンド残り30秒を切りました。原田さん、はい、このパクの印象、今までの印象いかがですか？そうですね、はい、非常にですね、先手先手で打っていくのはいいことですね。あ、やっぱりかかるところなんてうまいですよね。なるほど、左をちょっとね、はい、相手の小林君のですね、右ですか、はい、ジャムのクタノをね、かかりながらこっちで隠して見てますからね。あ、その辺はテクニシャンの要素もかなり持っております。第3ラウンドは10対10のイーブンです。さて、第3ラウンド、これも小林のパンチですが、これは先ほど2ラウンドの時の方がまだ良かったかもしれません。そうですね、はい、左側が韓国のフライ級チャンピオンパク・チョンチョル。5時半に朝起きまして、7時半までロードワーク、約12キロを走ります。ソウル市内のヨンヒドン 1周しますとちょうど12キロです。朝は肉とご飯の入ったいわゆる韓国の独特の料理、それとキムチを食べるそうです。まあ、12時までの自由時間は音楽を聴いたりするそうなんですが、好きな歌手というのがいまして、チョ・ヨンピルという、まあ、韓国の歌謡界の中では非常に人気のある歌手、いわば日本の歌手で言いますと森進一のようなハスキーボイスの歌手なんだそうですが、このチョ・ヨンピルという歌手の窓の外の女、あるいは帰れプサン港へと、こういう歌が大好きだと言っていたパク・チョンチョルであります。一方の小林浩二の方は5月1日から8日まで茨城県の阿字ヶ浦でキャンプを張りました。高橋康彦、それから大槻龍太郎、田中義成、こういった選手と一緒に走り込みを中心とした練習をやってまいりました。小林浩二です。小林も 2,3 ラウンドまでは見ていって、あとは足を使って、ジャブで牽制、そしてヒットアンダーウェイ戦法、チャンスがあればどんどん出ていくと話していた小林です。小林君ちょっとね、右の使い方がですね、はい、足らないですよね。あ、そうですか。そして右、前ながら右を使うってことですよね。はは、外側から内側に打つと、今のアッパーですね、はい、右フックですね、右フックを打ちながらですね、はい、相手の外へ出ることですよね。あ、なるほど、で外から内側へ中心にその打ち込むパンチを勉強してもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね、あ、か正面すぎるんじゃないですかね。あ、なるほどね、そうするともう少し足を使って、移動していくということですね。回り方が反対なんですね。回り方が反対なんですよね。なるほど、原田さんいかがですか、その辺は。これはサウスポーのですね、はい、特区ですが、今言われたように外へ出ることですよね、でも相手によってたまには中に入る場合もあるんですけどね、はあ、やっぱり基本としては、鉄則としては外へ出ることですよね。あ、なるほどね、さて次回のダイナミックグローブですが、第10回を迎えます。7月2日に第10回ダイナミックグローブをお送りいたします。WBA 世界フライ級3位の渡辺伸之対日本フライ級1位定権の小角周一の試合をご覧いただきます。またセミファイナルでは復帰第1戦になります。日本ライト級3位定権の濱田剛がフィリピンライト級3位マックスボーイトヨゴンと対戦いたします。おー、いい左に入りました。パクも返します。パクも左を返す。さあ打ち合いになった。4ラウンド両選手ともようやく打ち合いになってまいりました。左のストレート、小林の左のストレート、右をちょんちょんと出して左のストレート、これが小林のパターンであります。一つボディーブローが入りました。左のボディーブロー、パクがちょっと疲れましたが顔面が真っ赤になりました。パクチョンチョル、白のトランクス、トランクスが白、そして顔が真っ赤、非常に対照的です。
真っ赤な顔になりました。パク・トンチョル、さあパクも右のストレートを返しました。これゴングです。わずかに放送席差が出ました。10対9と小林選手がこのラウンドを取っております。さあこれが小林の4ラウンドの終盤の攻撃ですが、左のストレート、そしてボディーブローも確か打ちましたが、ちょっと浅くてそれほど効いたという感じはありませんでした。左のストレートがよく入っています。これから第5ラウンド、まあ、小林浩二は19戦16勝1敗2分けという戦績なんですが、この1敗が現在ジュニアバンタム級世界チャンピオンの渡辺二郎です。その渡辺二郎の初防衛戦が7月29日の木曜日、大阪府立体育会館、地元での初防衛戦になります。相手は WBA ジュニアバンタム級初代チャンピオンで現在世界ランク1位、アルゼンチンのグスタボ・バラスです。バラス選手というのは58戦して56勝1敗1分け、実に負けが1つしかありません。パク選手は簡単狙ってますね。右の簡単狙ってじわじわと言ってますよ。はい、おっと、左のストレート、小林の左のストレート、おっと、これはちょっと足を取られた感じ、スリップダウンです。放送席、はい、青コーナーですので、パク選手は前のラウンドの小林の攻撃で、歯が2本グラグラになりましてね。ああそうですか、止血してますね、口の中。そうすると小林のパンチがかなり効いているということですか。さあその小林がじりじりっとパクを追い詰めます。獲物を追うような感じで、やっぱり前の回ぐらいから小林君もやっぱり打ち合いに来てますもんね。だからやっぱり中に入るのが、本当はサウスポーとしてはそう出るんですけどね、はい、中にやっぱり打ち合いの気になるから、やっぱり真ん中入ってるんですかね。なるほどね。さあ小林がそのパク・チョンチョルを追い詰めます。左のストレート、はい、いい感じで出ます。小林のパンチ、カドエビジムの高見トレーナーが話していました。小林のパンチはタイミングと角度がいい、昔の海老原はカミソリのような切れるパンチがあった、そしてファイティングの原田は、手数で勝負した、そんなことを言っていました。しかしこの小林はどちらとも言えないタイミングで打ってくる選手であるというふうに形容しておりました。まあ、なぎなたですかね。ああ、なぎなた、なるほど。まあ、パンチの重さというものがその握力と例えば関係するとすれば、この小林は握力、左手が利き腕なんですが35しかありません。それほど握力はある方とは言えません。まあ、ほんとタイミングがいいんでしょうね。はあ、いいですね。はい、このラウンドも優勢に試合を進める小林浩二、ちょっと鼻血を出した、そして先ほど高尾アナウンサーからレポートがありましたが、歯がグラグラになったということで大変強いパンチが当たっているようです。さあ小林が追い詰める、ニュートラルコーナーに詰まったパクチョンチョル、足を使って回ります。パクが今度は回っています。もうこう逃げ越しじゃダメですね。あさっきはい、このラウンドも差が出ています。10対9と小林浩二がワンポイントリードです。さあ小林のストレートの攻撃をちょっとご覧いただきますが、その前に、ちょっと青コーナーのパクチョンチョル、口の中やはり歯がグラグラになったということで今ドクターが行きました。様子を見ています。ここでもう試合続行不可能であります。試合続行不可能ということで結局第5ラウンドまで試合は来ましたが、歯がグラグラで、この小林浩二の右手が高々と上がりました。